番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。第一プラザ船橋店は船橋の住宅街に突然現れる清潔感あふれるホール。遊戯に疲れた方は休憩スペースで休めるし、脇の食堂でおばちゃんにも癒してもらえます。一度行ったら病みつきになっちゃうよ。はい、一プラ船橋さん、土曜日です。今日は、9のつく日が土曜日と被りました。おはようございます。さあ、13番での入場でした。一般入場合わせると3、40ぐらいでしょうか。さあ、毎度恒例ですね。最近はもうずっと絆にこだわってやってるんですけど、あ、凱旋、朝は凱旋に行かれるお客さん、絆、そうですね、やっぱこの辺ですかね、人気機種。さあ、結構通い詰めてるんですけど、なかなか6に座れていませんが、今日はおそらくこの7番末尾7と4は、最近調子が良すぎるんで可動いくか。はい、今日も絆いきたいと思います。頑張ります。はい、それじゃあ今日もバジ絆いきたいと思います。ですね、もうこだわってやってる、設定入ってると思ってる。まあ、しかしなかなか周りの挙動はいいんですけどね、まあ、リセットもかかってるようですし、もうすでに BT は3台かな、9分の3、まだ10分ですけどね、入ってるんで。でもう毎回やってるんですけど、まあ、終始はだいぶ安定して、ね、そこそこやれてるんですけどね、設定確定だけを出せてない。振動術フリーズはもう引いた。6ベル3ベルがどっちも出ないですよね、調子良くてもなかなか。ただ周りでは見ますけどね、出てはいます。ただなかなかそれをこうお伝えできない。はい、広角変更か、まあ前立腺毎回なんですけどね。おや、何も引いてない。はい、強チェ17ゲーム、広角強チェ、うわうわー、おー素晴らしいね。はい、強チェ2連チャン18ゲーム。はい、弱チェを引く前に強チェを2個引きました。素晴らしい引きです。アンガと3。さあ、幸先いいよ。広角スタートの強チェ強チェ、これで BT も射止める。はい、ありがとう。まあ、今日はほんと確定出して16時に上がるっていう、ね、目標があります。はい、投資が1本、素晴らしい。あー、当たりそう。後期か、交代青。 OK、 26ゲーム、決める。来いや、なるほど、朝一重要。終わった。はい、華麗にスルー。まあそんなもんでさ、大丈夫大丈夫ね、リセットかかってただけ、もうプラスよ、期待値プラス。前日がまあちょっと落ち込んでたわけですよね、前日前々日で。やっぱりここのサイト7のデータめっちゃいいんですけど、8日間、ね、データがしっかり見れる。1週間前からですね、要は1週間前から見えて、当たりの履歴も見えるし、ほー、強調3つ目で、もうすごく細かく、ね、データが見れるんで、なんかグラフがこうね、8日間分上がったり下がったり、まあ、傾向が見れるっていう。まあ、要は下見来なくても大体見れちゃうんですけど、まあ、私は下見来ますけど。あら、弱チェ、ああ、広角巻物当たったか。
8点、1ゲーム8点の小次郎赤、モラタ、モラタで素晴らしい展開だ。これがまた強制、強制が12分の1できます。はい、勝ち。すごいことになってるこの台。もうしばらく強制来なくなっちゃう。あ、赤同色、赤同色、ようやったの黄色。どうだろう、なんかいい雰囲気感じてる。6ベル欲しいな、とりあえずの6ベル、まあ、6ベルは設定4のね可能性が高いとこう、なんかなんとなく体感、設定6で6ベル出ないんじゃねえかっていう。うわ、チャンス目か、同色チャンス目、どうだ、うわ、ダメダメダメ、カットインなし。ここで巻物を飛んでいいんだけどな。あー、ダメだ、弱いないよな。あー、レア役、もうレア役頼み。よし、ナイス。あー、チャンス目多くない、チャンス目当たらない、チャンス目多い、来い、何か来い。うわ、弱え、強えのか弱え。おそうそうそう、そういうこと、みんな、はい、ありがとう、嬉しい。サキュー、幸先よし。はい、これで、投資が2本で BT 取っ、ありがとう。さあ、積もったか、積もってしまったのか私は。はい、ゲンちゃん行くぜ。珍しく立ち上がりがいいです。確か前回はなんだ7スルーとか、まあまあわりかし苦しんで、まあでもプラスだったっていうね動画は上がってるかな。1800枚ぐらい使ってもね、まあ2000枚取りゃいいだけの話。さあ、それよりこうね、誰も見たことないような演出、まあもうないでしょうけど、まあ、動画で収めてない演出、46、まあ不安でしかない。ああ、もう最弱パターン、あんなにいい入りしたのにな。もう一個我慢した、あ、行ってもうた。こらえて、ダメだ、終わった。そう、初っ端の単発、そら良くないわ。単発はね、ほんとマイナス用途すら思ってます。入りましたね。まあいいか、とりあえずは。うわー、広角強制、広角長いな、広角が基本ずっと長い、広角強制巻物。はい、バット確定、アンガとサント。さあ、126ゲーム、悪くないですね、展開すごくいい、狂気の青。さあ、BT 抜けの1回目とゼロスルーから当てる男。
さあ48ダメね。はい、強手弱手の男女でした。235、いや、いい感じに男女に行きますね。当たんないですけど。さあ、強手弱手ベルあたりは引いてるんで、 あと巻物だけ。赤マン、赤マンいただき、巻物ね。はい、気持ちいい。あ、投手が9本までいっちゃいましたね。うん、当たるんですけどっていう。できればこう序盤に1000枚ぐらいこう出してほしいんですけど。はい、これで、BC が2回目。わー、巻物引いてるけど、後期巨体青、赤2個目ですよ。赤同色が2個目ということで、頼むぞ。あー、ダメだ。あー、しびれる。あー、いいね、ドン。あ、よっしゃ、同色巻物ドン、当たれ。当たるだろ、大抵当たるんだから。そう、ナイス。はい、これで、ビテが2回目ゲット。さあ、どんどん乗せるよ。ナイス、うまい、うまい。あ、また大本また来た。あ、うまい、頼む。あ、カットイン、カットインかも。来ない、やば、いいっすね、乗ってきました。投手が9本、当たりはそもそも軽いしね。弱点は物足りないけど、おいよー、ワイルド合図。さあ、これで、4セット、ね、まあ、最初に、ね、ABC で取ってたのが3つだったとして、まあ、今4つ目入ったわけで、初期にストックを1個持ってたか、まあ、ループで1個、ねね、継続したかどっちかですけど、夜背景だったんでね。これがもう仮に継続だったとしたら継続率もあるよ。まあ、でもおそらくまあ初期ストック1個持ってただけ。合格つかん、なんや。よし、ナイス。よし、久しぶりの強制。今日は強制が冴えてるんだ。頼むぞ。オッケー。うますぎる。かわいい。はい、かわいい。ありがとう、強制。151ゲームハマりました。ははは。マジックチャンス確定。いや、でもここで引けたのは本当大きいな。おお、巻物もここで。はい、今日は全部赤ですね。ここまで来ると偶数っぽいという。
はい、ありがとう。怖い、もう降格生かさないし。はい、これでジャスト400ゲーム BG 間400ゲーム。はい、さあ BC 間がこれで今416、異常ですね。 BC 天井いっちゃう。さあ巻物からの大エフェクト、ダメだな、弱っどうしようもないね。あっと、ここで巻物2号来ちゃう。 BC は引かないか、どうだ、エフェクトは、よ、あ、当たった、ついに当たりました。429ゲーム、やば、こりゃ引きが弱いですね、肉まんよと。でも赤だ、全部赤ですね今日は。はい、正体は黄色って。はい、ようやく6回目の、あ、しかも継続がある、ストックがある。14セット目か。 BC はもう諦めましょう。2000枚超えます、でかい。そう、66、しびれる。よしよしよし、来たぜチャンス。ああ、もう絶対決める、いくぞ。 OK、 ナイスナイス、あぶねー、弱地。すごいな、氷馬がいるのに関係ない。オッケー、ナイス BC。 お見事です。はい、久しぶりというか今日初の青。はい、さあとりあえず絆降格で当てましたけど、祝言じゃないな、絆降格ですね。46、悪くなった、なんなら悪くなりました。はい、降格がついた。OK、 継続。なんだ、倒しちゃった。あ、ベル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 か。 BC ナイス。青が出てきたぞ。お見事です、お見事。はい、降格のスターは今日1回も出てないと、なかなかですね。ストックが1個、これを生かすんだ。 80% は当たれ、ガス。
球。はい、強者から。バジリスクチャンス確定。赤同色3つ目だぞ。まさかの、これまさかのあるぞ。466まである。広角も上手くなってきたぞ。出るかい。おい、まだです、まだです。うわー、ビーチ行けなかったけど、まだまだ降格、次勝負だ。あ、46なんだ、46なんだ。でも降格がつくからこれを取れば問題ない。あー、なんか負けそうな雰囲気だよね。よし、うまい。ふぅふぅ、すごい負けそうだった。もうツンデレがすごいんだから。2500オーバー。44だし、降格ないし。あった、サンキュー。危ねえ。終わりました。なんかやばいなと思ってたんですよ、2622。でもがっつりでした。やりました。朝2でこれですからね。ナイス。夜背景で終わり、まあ、継続率あったのかもしれない。まあしょうがない。はい、残り1時間ですけども、なんとか絆で2300枚ぐらい取れたんですが、まあせっかくなら3枚で2500ぐらい目指したいなと思いますんで、ここでちょっとね、700-800枚、まあないしは1000枚ぐらいをちょっと取ってやろうかなと思います。本当1時間でいけるハイパーリノ、未だにハイパーリノ打ってる。はい、これでトマト3つ目。さあ、ドルトマト、ドルトマトアタック。よっ、あ、おい、あ、まだか、まだわからん、まだわからん。よっ、あ、まだ、あ、もろた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 。よし、ナイス、ドン。バケね、あるある。はい、ありがとう。
いよ、ドン、頼むよ、これで、トマト3つ目、オッケー、ドン、サンキュー、バケ、持ち玉でバケ、43球、頼むぞ、ドン、いいね、ナイストマト、14ゲーム、当たれ、あー、チャンス、ナイス、ピック、はい、バケ3連、持ち玉だけど、よっ。80ゲーム、さあそろそろ OK、 ナイスレバーオン、レバーオン、ナイスよ、おい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 、バケ4つやないか、当たってないか、当たってるか、ナイス、頼むぞビッグ、よし、ノブラスでございますと。トマトなんて揃わなかったよ。まあ、トマトなしはまあバケありがちっていうこの説、まあしょうがない。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。まだ日は明るいんですけども、ちょっと霧のいいところで、やめてしまいました。はい。ちょっとね、どうしても今日は勝ちにこだわりたいなと思って、勝ち逃げということになりましたが、はい、まあもう9のつく日恒例のですね、一プラ船橋店さん、今日は土曜日ね、まあ普段は平日にやったりもするんですけれども、土曜日ということで、まあ、朝も少しね並びが多くいらっしゃって、で私があの朝13番での入場で、で一般入場の方も含めると、入場の朝の時点で3、40ちょっとぐらいですかね、はい、まあ、あのパチンコに行くお客さんもいらっしゃったりとか、まあ、ゴスロのお客さんもいるんですけれども、朝一、やっぱり人気のバジ絆に多くの方が行かれてですね、あとは凱旋ですね、うん、ちょっとこうやっぱりリセットだったり設定のね、まあ、土曜日はちゃんとこう使ってくるというところを見越して、まあ、強いところね、割の高いところ 119% みんな狙ってくるんだなと思いましたが、まあ見事ですね、絆の方も朝リセットかかってたりとかして、朝一スタートやっぱり早いですね。で、まあ、私の代もですね、まあ、なんでしょう、今日は投資、ね、5000円ぐらいで済んじゃうのかなっていうぐらいのレベルで、朝一はあの、ね、投資50枚で当たりまして、それが、ね、まあ、ちょっと飲まれて投資が2本で、結局 BT に突入するというところで、まあ、私もリセットの恩恵があったかなとは思うんですけれども、まあ、同色もちょいちょい出てね、それに助けられたっていう面が実は非常に大きかったんじゃないかと今は振り返れば思うんですが、絆がですね、まあ、80パーループを1個引いたということのみというなってしまうんですが、まあでもこれがね絆の強さだと思いますし、まあそれやめ時次第かなとは思いますんで、まあ設定云々とかではなくて、まあ本当引き次第でね、いい感じに出玉が出るんじゃないかと思いますが、はい、まあ今日はそれのね、いい例になったような気がします。で、まあ投資が、なんやかんやですね、450枚ということでちょっと膨らんだんですけれども、まあ、とはいえ全然ですよね、普段に比べれば。450枚で同色に助けられてですね、結局、80パーループがうまいこと伸びてくれたんですが、 BC がまあ引けないと、まあ、引けない中でも20セットよく頑張ったなとは思うんですが、そこでの回収がまあ2600枚ぐらいになりまして、さらにね、BT、まあ、引き戻しというわけではないですけども、すぐに引いた BT が、さらにプラスになったりして、まあ、最後ちょっとね、追いすぎたところもあるんですが、挙動的に言うと、まあ、赤寄りで同色もちょいちょい出て、ただ弱地が悪いなとか、なんか同色に助けられた感はあるなというふうに思ったんですが、まあ、偶数の上がありそうな4か6がありそうなという挙動だったんですが、まあ、6がないなと途中でこう、ね、どうしてもそれが頭をよぎって結局やめるという選択をしたんですけども、まあ、最終的に回収が2363枚ということで、うん、上出来ですよね、はい。でまあ、この時点でいうと、サマイで1900枚ぐらいということで、もう、ね、今日はもうイケイケだと、こんな早い時間に帰っちゃうぞと思ったんですけども、
まあ、ちょっと悔しいところもあって、なんか煮え切らないなと、ね、自分の引きでなんとかしてないんじゃないかと思いまして、自分の引きが試せるハイパーリノに行ってですね、結局まあサマイが1900まで行ったんですけど、まあ、もうちょっと切りよくサマイ2500とかなったら結構まあ気持ちいいじゃないですか、ね、そこまで行きたいなと思ってちょっと挑戦したんですけども、まあ、要は1000枚ね、取れればね、いいなと、まあ、1000枚とは言わないですね、600枚ぐらいですか、600枚700枚取れたらいいなと思ってやったんですけれども、結果的にハイパーリノが化けに寄りまくるというですね、まあ、あのこの短時間で7回も当てたんですが、ビッグに化け後というですね、恐ろしい化けの寄り方して、でこれ化けが辛いんですよね、ハイパーリノの化けは枚数もまあ少ないですし、あとは通常時のね玉持ちも良くないんで、きついなきついなと思いながら、結局ちょいちょいと投資し続けた結果ですね、まあビッグ2連とかがあって最大の獲得枚数600枚ぐらいだったんで、まあ実はね、3枚2500も届いた瞬間あるんじゃないかと思うんですが、結局流した枚数がですね、トータル2460枚ということになりましてですね、3枚で、2010枚ということで、はい、ちょっとこう煮え切らない感じのね雰囲気で今喋りましたけど、すごくニヤついてますが、すごく嬉しいです。はい、まああのね、ある程度データを、準備して、打った台が、まあ、いい感じに当たってくれて、まあ、運もありますけど、で2台目も、ね、結局プラスで終わることができまして、まあ触る台良かったなという、また来ましたね船橋のいい回が。はい、でまあ、その、ね、データも当たり、自分の引きも一応発揮できたということで、はい、今日は明るいですけどお先に失礼したいと思います。はい、9のつく日がやたら穴場だということを、お気づきでない方、ね、私の情報発信が良くないのかもしれませんが、9のつく日が非常にいいということをね、ちょっとぜひご覧いただければなと思います。はい、まあ、サイト7なんかでねデータが綺麗に見れますけども、まあ、昨日も凱旋で1万7000枚出てたりとか、今日ももう凱旋がほぼ満枚に届きそうな夕方なんですけどね、すごいことになってます。というわけでぜひ船橋に遊びに来ていただければなと思います。美味しいラーメン屋さんぐらいお伝えできると思いますし、はい、というわけで今日も、ね、見どころあったかな、あったかなかったかね、信じるか信じないかはあなた次第です。ということで今日はこれで失礼したいと思います。それでは皆さん、また来週、バイバイ。